楽しんでいきたいなと思いますので、今日はこれからハノイ観光の方ですね、していきたいと思います。で、今日行くところはこんな感じです。見れるところが少し多いんですけど、楽しんでいきたいなと思いますので、最後まで見ていただけたらなと思います。それでは。ベトナムの人口は1億30万人、平均月収は4万円、治安は、良い方ですね。幸福度は3、親切度は4、トイレの綺麗さも星4つ、そんな感じですね。This one, number two, yeah. And number three, number three, and number two, yeah. How different? A pork, yeah, and chicken, yeah, and beef. So, 来ましたよ。美味しそうですね。なんかおしゃれな感じで包まれてますね。よっしゃ、したらそれではちょっと食べていきましょう。もう朝ごはんにぴったりな大きさですね。あの伝統的な味のやつのポーク味のナンバー2、ね、のやつにしました。そしたらいただきます。バイミーのパンがまずめちゃくちゃ美味しいですね。ちゃんと温められているというか、カラッとちょっとトーストされてるみたいな感じですね。中にはきゅうり、人参、大根みたいのと、あとちょっとチリソース、チリ、唐辛子的なやつと、あとポークハンバーグみたいな肉が中に入ってて、めちゃくちゃ美味しいです。なんかびっくりドンキーってわかります？ハンバーグ屋さん、あのびっくりドンキーをバイミーで包んで食べてるみたいな、そんな感じの味ですね。めちゃくちゃ美味しい。びっくりドンキーバイミーでございます。中にチャーシューみたいな肉も挟まってて美味しいですね。びっくりドンキーのハンバーグプラスチャーシュー。いやー、バイミー美味しかったです。なんかハノイで食べたバイミーの中で一番美味しかったですね。衛生面とかもちゃんとしてそうで、日本人が行く時にも衛生面とかしっかりしてるのでおすすめですね。お持ち帰りとかもできて、お持ち帰りとかはちゃんと箱に入れてくれて持って帰ってるような感じの店だったので、めちゃくちゃおすすめです。値段は、ちょっと高めかな。4万ドンでしたね。4万ドン約240円ぐらいですか。だったらちょっと高めかなと思いますけども、でも朝ごはんにはぴったりのお店かなと思います。そしたらちょっと次の場所に行っていきたいと思います。この辺は地元の人がよく来る飲み屋街なんですけど、やっぱり昼間はないですね、飲み屋が。でもこの辺は安くビールとかあのお酒が飲めるので、もし安くね、あの飲みたいっていう人がいたらこの辺おすすめです。リンク貼ってきますね。
Thank you. One. Thank you.5万ドンもしました。高いな。よいしょ、じゃあ早速よくわかんないですけど入ってきますか。Thank you. ちょっと池が臭いでございます。はあ。地獄ソネラは学者に幸福と富をもたらす道教の神ファン・シュオン・デ・ガンを祀っていると。ゴックソンデラは13世紀にモンゴル軍を撃退したチャン・フン・ダオ将軍も祀っているらしいです。そういうとこらしいです。Come on, come on. Okay. Thank you. Bye bye. Bye bye. こんな感じで支払いとかもなく、タクシーね利用できるので使ってみたらいいと思いますよ。はいさ、Hello. Come on.How much? 50. 50? 50. 50? Yeah. Okay. なんか聞いてたより値上がりしてんな。まあいいでしょう。300円。約300円。そしたらチケットも購入したんで、早速中の方にね入ってきたいと思います。We have all the guys signed. Come in, please. ん？ It's all the guy here. Ah, okay. Come in, please. How much?100,000 for one. 100,000. Yes. I'm okay. Okay. Thank you. オーディオガイドが100ドル、約600円くらいで借りれるらしいですね。僕はお金ないのでなしで。今フォアロー刑務所の方ですね、見てきました。でここからちょっとファーが美味しいお店があるので、そっちの方にねちょっと行っていきたいなと思います。で今グラブタクシーを待ってるところで、もう少したらグラブタクシーが来てくれるんじゃないかなと思います。いや僕実はもう一回行ったことある場所なんですけど、美味しいっすよ。ファーボーっていう、まあ厳密に言えばフォーじゃないんですけど、もう日本人からしたらフォーなんで、で現地の人もフォーのおすすめないって聞いたら結構おすすめしてくる場所なので、そこにねちょっと行ってきたいなと思います。はい、どうも。北西に進みます。到着時までにご覧ください。 OK? Thank you! Come on! では出発です。もうなんだかんだベトナムも最終日になってしまいましたね。あっという間でしたね、本当に。もう40日以上いるんですよ僕。42日くらいいるんですけど、
もうベトナムはめちゃくちゃいいところで、人も優しくて、ご飯も安くて美味しくて、飛行機もね、日本から安くハノイだったりホーチミン行けると思うので、皆さんにもおすすめできる国じゃないかなと思いますね。皆さん、オーダー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 皆さん、オーダーこれからちょっとパーンで有名なお店に行っていきたいと思います。で、おなじみのアザム、あースペイン、スペインね、あースペインアカメンね、オーケー、グラシアス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 ね、えマリアね、マリア、マリア、マリアもね、一緒に、マリアはスペインの出身でございます。スペイン、マリア、スペイン、アンネ、イタリア、いや、アイナウォーウェイズだ。This is what the people are also. I will go back. Oh, you want to go back? Yeah. You still have a rope? A rope? Oh, yeah. I still. Yeah, I go back first. Okay. You don't want to see? I'm eating. No? Okay. You go back. I'm angry. Okay. Two people. Okay. See you. See you. Yeah, that's better. Yeah? Already? Yeah. So you can all of them, you can all do like soup or fry. Yeah. I don't know. Soup or number one soup. Are you ready? Yeah. Can I get the number one? よろしくお願いします。この店はミシュランにも選ばれてるらしいので、まあちょっと期待して食べていきたいと思います。それではいただきます。あ、どうですか？Not really. I'm learning how to. It's like a Michelin. すごいおしゃれなんだけど、鶏肉がめちゃくちゃ良くて、なんか高級レストランで優しく食べられたチキンみたいな感じがしました。もうなんかスープがそんなになんか強い感じなわけですけど、食べやすいです、あっさりします、おすすめでございます。僕が頼んだのは、パーでチキンの胸肉が入ってるんで、5万の約300円ぐらいのやつを頼みました。で、なんかここはスープのやつとスーパー的なやつもなんかこう選んで食べれるらしい。それぞれここからが選んだあのスープのやつが焼きそば的なやつ選べるらしい。Man, no, no, man.
Thank you.
So after you retiring your job, oh, you...